火災ということで急遽喋っておりますが、止まってから40分ぐらい経ってるそうなんですが、沿線火災ということで復旧の見込みが全然立ってないということです。今乗ってきたのが3658編成、3000系の型の8両編成ですね。でこっちに8564なんで8264編成、山井火力の重量が止まってると配送表示になっちゃってますね。今17時を知らせの鐘が鳴っております。今こっち側に運転手さんが回ってきました。4番線の電車ですが、おそらく一旦9号線側に誘導するものと思われます。京都より新宿側が運転見合わせということで、各駅停車は4番ホームから上り観光線、上り急行線、下り急行線と出て行って止まっています。おそらくこの後1番ホーム下り観光線に折り返しで入るものと思われます。先ほどは各予定の本末ぎりぎりになってます。
先ほどの列車から続けて今度入ってきた電車は3660編成また8両編成の3000型ですね。この列車も回送電車となっています。おそらくこの駅から先ほどと同じように4番ホームを逆出発し、上り観光線、上り急行線、下り急行線に入り、下り急行線で再度方向を変え、下り観光線に入り1番乗り場に到着すると思われます。この列車もおそらく各駅停車の本厚木になる、なるものだと思われます。電車が止まってからだいたいこの先から止まって1時間ぐらいが経ちますが、だいぶホームに待っている人が増えてきました。3番線には10両編成の回送電車8000型が停車中です。この駅から先1時間半目の電車は運転を見上げております。運転が高い影響でこの駅から先1時間半目の電車は運転を見上げております。
の改札会に来ましたが、想定外に大変なことになっております、ここから振り返そうと言いますとバスぐらいしかないんですが、このように窓口には、列が結構長く長蛇の列と言っても過言ではないほど起きています。その他新宿方面の電車を待っている人が改札内外を問わずに結構います。
さっきまで17時41分がね、17時25分まで次の本厚木方面だよと表示されていたのですが、なんか急に31分が表示されましたね。で、4線の重量編成がどうか言っちゃったんですけど、今度の電車もその後もその後も8両が来るということなので、今32分ですが、おそらくあの列車が31分発になるのだろうと思われます。よりによって観光船に向こうから一発で入ることはできないので、こちら側に、一路入れ替えると思われます。ただいまの時間は35分なのですが、まだ31分の本厚木行きの電車が来ていません。放送が鳴ったので急いで振り返りましたが、電車はまだ来る動きがありません。おそらくポイントが切り替わったら放送が鳴る感じになっているのだろうと思われます。
内の馬の時間は17時40分にちょうどなったところでありますが、到着した電車は17時31分発です。急行線に停車中の列車が折り返し1番線に入ってくるとのことです。この列車は一応41分発ですが、現在時刻は44分です。